内田彩 J カントリー。皆さんこんにちは、内田彩です。さあ今週も始まりました、内田彩 J カントリー。この番組は私内田彩が楽しいトークと素敵な音楽を KBS 京都から生放送でお送りする30分でございます。まあ皆さん言うてはると思いますけれども、昨日はスーパームーンでしたね。見張りましたか？私も空を見上げまして、あのちょうどね、見た時が大文字のちょうど横ら辺にね、お月様が浮かんでいて、あれは絵になりましたね。やっぱ月大きく見えました。うん、いつもより。まあそらね、スーパーも言うたあるやから、そらそうなんでしょうけれどもね。なんかいいことがありそうですね。今日もなんか特別な月が見える日みたいですね。いろいろちょっとメッセージもいただいておりましたけど、また後ほどご紹介していきたいと思います。さあ私内田彩はですね、なんと明日から渡米が決まっております。そうなんです、来月のね初めにカンザスの、アメリカカンザスのジャパンフェスティバルが毎年呼んでいただいてるんですけれども、今年も嬉しいことに、ありがたいことに呼んでいただきまして、明日から行ってまいります。あとね、新曲の打ち合わせなんかも、はい、やっていきたいと思いますので、楽しみにしといてくださいって、皆さんもね私が楽しみにっていう感じなんですけど、皆さんもまたブログとかで追っかけていただいたり、はい、楽しみに待っていてください。ということで、この私内田彩とリスナーの皆さんとで番組作っていきたいと思います。今週も生放送でお送りしております。今日のメッセージテーマは人生の大一番。人生の大一番、まあ生きていたらね、いろんなことがありますけれども、ここぞという時が人生の中ではあると思います。人生の大一番を教えてください。メールアドレスはaya@kbs.ne.jp、 全部小文字で aya@kbs.ne.jp。 ファックスは075-431-2300 番です。たくさんのメール、ファックスお待ちしております。メッセージを送ってくださった方の中から毎週抽選で3名様にアメリカでゲットしてきました、持ってるだけでラッキーになると言われております、ラッキーペニーキーホルダー、かわいいですよ、かっこいいですよ。こちらをプレゼントしておりますので、皆さん住所とお名前ね、お忘れのないように送ってきてください。それではこの後6時まで内田彩とお付き合いください。内田彩 J カントリー。この番組はセブンティーセブンブラックウォーターの南洋ホールディングス株式会社の提供でお送りします。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス。J カントリーの歌姫内田彩がアメリカブランソンのミュージシャンたちと作り上げた珠玉の一枚、ミュージックボックス。心と耳に馴染む歌声とハーモニー、そしてどこか懐かしいメロディーライン、ハートフルなサウンドであなたの心のオルゴールを奏でます。内田彩セブンスアルバムミュージックボックス、詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。改めましてこんにちは、内田彩です。今週のメッセージテーマは人生の大一番ということなんですけれども、まあ、私もいろいろ生きてる中で何が大一番だったんやろかな。受験だったり、まあでも歌手になる時とかですかね。まあ毎日が大一番ですかね。ね、毎日が大一番ですよ。そう、今日は今日しかないということで頑張っていきましょう。さあ皆様からもたくさんメッセージ来ておりますよ。ラジオネームジュック舞原さん、あやちゃんこんばんは。こんばんは、今日も楽しく聞いてます。今日のテーマ人生の大一番ですが、私の人生の大一番は企業で部下を持ったことですかね。下っ端のペーペーだった時は全て責任は上司が持ってくれたのですが、私が部署のトップとなり部下を持つことで責任という重圧がのしかかってきました。
しかし目標を達成し、みんなと飲みに行った時の喜びと言ったらなかったですね。仕事が面白く感じた瞬間でしたと。なるほどね。まあ社会人になっていろいろ自分のね立場や、まあ、持ち場や、まあ、転職とかもあると思いますし、まあ、転職とかもね本当にある意味人生の大地盤かもしれませんよね。長く勤めてた会社をこうバンと辞めて自分の新しい道に向かってバンと行く時もね、それはそれで大一番だと思いますし、うん、仕事という中でね。なるほど、この方はラジオネーム町中スキップさん。あ、福山ショックで本日はお休みでしょうかってね、昨日は日本中の OL たちがもう早退したとかいうそんな話があるとかないとかいうね、ご結婚されましたね。大丈夫ですよ、私は至って元気でございますご心配ありがとうございます。はい、人生の大一番、今まさにその中にいますと。町中スキップさんを絵画の作品展に30年ぶりにエントリーしたのですが、感覚が鈍っていて頭で描くイメージと手の摩擦がうまく噛み合わず日々戦っております。できた作品の下に普段はもっと上手いですと丁寧に書く練習でもしようかなと計画しております。それも下手なら共倒れですけどね、とにかく懸命に取り組んでおりますということでね。いや、いいじゃないですか。なかなかこう頭で描いたものを実際に絵に描くっていうのはね、私絵心ないんですわ。絵心っていうかね、模写とかはねそういうのは得意なんですけど、何ですか、例えば何やろ、キャラクターを描いてくれとか、そう、うん、自転車に乗っている人を描けとか言われても、もうなんかめっちゃ変なとこに手が回ってるような感じのしか描けないんですよね。ね、あれほんまにパーでね、うまく描かはる人は描かはるしすごいなと思うんですけどね。おかしいな、描けないなということで、はい、ラジオネームブーニャンさん、おはようございます。ウッチー様とは新しい呼び名でありがとうございます。人生というよりは私の大一番といえば初飛行ですかね。お、頭の中でフライトイメージをして、えいと大空へ、そしてナイスランディングで着陸もできました。お、中3の時に飛ばしたラジコン飛行機のことです。50年前のことです。風立ちぬしてましたよ。今残っているのはこの機体だけです。あ、写真も送っていただいて、お、すごいですね。このラジコンとかは自分で組み立てるんですか、こういうのって。まあ、このまま売ってるのもあるでしょうけど、だいたいこういうのって組み立てるんでしょうね。すごいかっこいいですね。昔結構公園とかで飛ばしてあるのを見かけたことあります。ありますね、こういうの楽しいですね。わーってわーって言ってみんなで。ラジオネームカツラのトッシーさん、人生の一番は29年前に結婚したこと、それから10年後に両親が住んでいた家を建て替えたことです。もし結婚してなかったら仕事一筋で人生を過ごしていたと思いますと。結婚ね、結婚ネタ結構来てますよ。下戸の男さんもまあ結婚を決めた時でしょうかと。アンさんも大一番は結婚かなと。好きだった人に家を継ぐと言ったら振られてしまいました。はあ、そして主人とお見合いで結婚しました。そして娘が授かりました。結婚39年になります。いろいろなことがありましたが、おかげで母とも気兼ねなく過ごせるようにと思います。娘も優しいですと。まあそのね、その時はすごいなんでしょうね、衝撃でしたでしょうね。家継ぐねんって言ったら付き合ってた人に振られたっていうのは。まあでもなんかそのね、未来のためへのそれはまた一つの道やったんやっていうことです。まあ結果オーライかもしれませんけれども、人生いろいろありますよね。いや、結婚はなんか結構来てますよ、結婚関係。また他もちょっと読みますね。この方、新言小僧さん、僕の人生の一番、それは学園の関係者の1300人の前で中学生代表としてプレゼンテーションしたことです。当日は心臓の音が聞こえるほど緊張していましたが、スムーズにプレゼンできました。そして後日校長先生に褒められましたよと。なかなか1300人の前で喋るっていうのは緊張しますね。私も高校、とある高校の大体1000何人かなのところでね、いろいろちょっとプレゼンというか、まあ、
話させていただいたことがあるんですけれども、またライブと違ったね緊張感がありますね、喋るっていうのはね。さあさあ、そしてこの方はラジオネームポッキーさん、はい、ありがとうございます。あやぴー、この人はあやぴーって読むんです。なんか皆さんあやちゃんだとかうっちーとかあやぴーとかいろいろ呼んでいただいてありがとうございます。どれにしよう、あだ名どれにしよう。はい、こんばんは。私の大一番は58歳で手術したことで、そう、生まれて初めてのこと、3週間入院してましたと。3週間も入院生活やったらねえ、本読んだりな、何しましょうね。まあね、さあ、かなり手術するっていう時はもうなんかね、気持ち的にもそれは大一番でしょうね。本人は想像以上のそういった気力とかをやっぱ使うんじゃないかなと思いますね。はい、さあ、そんなポッキーさんからリクエストをいただいておりますので、この曲は6枚目のあなたのいた町に入っておりまして、ポジポジ卵の天気予報のテーマソングで、また曲ですね、久々にお送りしたいと思います。内田彩でワンワールド。幸あれ今日も
0755431-2300 メッセージリクエスト待ってます。内田彩 J カントリー。 KBS 京都ラジオから生放送でお送りしています、内田彩 J カントリー。 今週のメッセージテーマはですね、人生の大一番ということなんですけれども、はい、皆さんいろんな大一番があるようで、読んでて、ああ人生いろいろやなと思いながら読んでますけれども、はい、ご紹介していきますね。ラジオネーム琵琶湖の不老長寿さん。あやちゃん、ハロウィンランチライブ楽しみにしています。あ、これね、まだラジオで発表してなかったですね。今日発表しようと思ってたんです。そうそう、あの京都でですね、10月31日の土曜日にハロウィンランチライブ決定いたしまして、内田彩お昼のライブでございます。またあの最後ら辺に詳細お伝えいたしますので、楽しみにしていてください、はい、そしてカンザスのジャパンフェス頑張ってくださいねと、ありがとうございます、人生の大一番ですが、やはり高校の入試ですね。担任の先生が親を呼び出し、府立高校に合格するのは極めて難しいので私立高校も滑り止めで受験するようにと言われたのですが、府立高校一本に絞りなんとか合格できたことです。素晴らしい。これで僕の人生大一番です。不合格だったらどうなっていたか考えただけで、今でもよく合格できたなと思います。本当出来が悪かったから奇跡でしたよ、という。めっちゃドキドキでしたでしょうね、それってね。もうまあでも逆にその方がもうこれ落ちたら後がないと思ってガーッとね、なんか何でしょう、滑り止めがあると思ったらちょっとどこかで気を抜いてしまう部分があったりするとかも言いますしね。でも良かったですね、そこで合格できて。いやすごいですよ、かっこいいと思いますわ、ラジオネームツッチーさん。私の人生の大一番は上司が突然会社を辞めたこと。お、この直前に同じ課の人も会社を辞めてしまい、結局その上司と私の2人しかいないのに完全に裏切られました。当時まだ入社4年目だった私は一人で 2,3 人分の仕事をしなくてはならなくなり、23時24時まで残業の毎日、おまけに残った仕事は家に持ち帰りで本当にきつかった。でもあの時逃げ出さずやり遂げたことで自信がつきました。いい経験をさせていただきました、と。素敵ですね、そういったところを感謝の気持ちで思えるっていうのは。うん、でもなかなかきつかったでしょうね、本当にその時はね。まさかですね、同じ職場の人も辞めはって、上司も辞めはって、私一人っていう。いやでもその時のあるから、もう今はもう何でもかかってこいみたいな感じなんじゃないですかね。ラジオネーム天野純さん。この方は人生の一番、今思うと妻へのプロポーズの時かなと思います、と。プロポーズね、まあやっぱり言うたら結婚ですね。鴨大好きかっちゃんさん。大概ええおっさんですが、未だに大一番は経験していないかも。何事もなせばなると突き進んだ30代までと、ぼちぼちやってる40代、これから大一番があるのでしょうか、というか。あるでしょうあるでしょう、来るでしょう、はい。この方ラジオネームコネリーの4名さん。あ、ヒコニャングッズありがとうございます。あの選手がね、好きなキャラクターはというところでいろいろヒコニャンっていうお話が出てて、ヒコネから送ってくださってありがとうございます。可愛らしいの、またブログにアップしたいと思います。この方も、あ、10月31日ハロウィンライブ行きますよ、と。ありがとうございます。そんなコネリーの嫁さんからリクエストいただいておりますので、こちらもねちょっと久々な曲になりますね。聴いてください、内田彩でまた会える。
この曲はですね、また会えるではなく待ってるからねでしたね。でもこの曲聴いてください。日本のメロディーとカントリーミュージックを融合させた新ジャンル J カントリーの歌姫内田彩。そんな内田彩が6枚目のアルバム「あなたの痛ましをリリース。胸に咲いたみんなそれぞれがアメリカ・ブランソンのミュージシャンたちと作り上げたハートフルなサウンドがあなたの心に響き渡る内田彩6枚目のアルバム「あなたの痛まし」。詳しくは内田彩オフィシャルウェブサイトにて。内田彩 J カントリー KBS 京都からお送りしています。いかがでしたか。内田彩 J カントリー生放送でお送りしております。さあここで内田彩のライブのお知らせがあります。秋もねいっぱいワンマンライブしていこうと思いまして、もうねポンポンポンと、さっきもね今日と言いましたけども、まとめていきますね。まずは名古屋からです。10月25日日曜日、名古屋のドリームキューブ、こちら、栄という場所にあるんですけれども、ドリームキューブさんでライブさせていただきます。お昼の1時半オープン、2時スタート。料金は当日受付にて1500円、ドリンク代別途500円となっております。そして先ほどもちらっと言いましたけれども、新しいライブでございます。10月31日土曜日、ハロウィンですね。ハロウィンですということで、ハロウィンのランチライブをいたします内田彩。はい、京都ですよ。場所はですね、初めてライブさせていただくところです。シルバーウィングスさん、東大路通りの新橋上がる西側にあって、あの言ったら祇園花月ありますね、祇園花月のちょっと北のところですわ。はい、そちらシルバーウィングスさんで、お昼の11時半オープン、12時スタート。はい、11時半オープン、12時スタートでシルバーウィングスさん、こちら 料金は当日受付にて1500円、ドリンク代が別途600円となっております。ご飯もねあるところなので、好きに頼んでいただけたらと、はい、思います。とりあえずまあ1500円、プラスドリンク代別途600円となっております。なんか楽しい企画もね、ハロウィンなのでね、いろいろ考えておりますので、ぜひ皆様遊びに来ていただけたらと思います。そしてそのまたまた翌週11月の7日土曜日、こちらは大阪でワンマンライブさせていただきます。場所はねもう最近恒例になっておりますミセスドルフィンさん、西区西本町にあります、本町の駅出て徒歩1分にありますね、ミセスドルフィンさんで、こちら夕方の4時20分オープン、5時スタート、当日受付にて1500円、こちらドリンク代別途800円となっておりますので、よろしくお願いいたします。もう毎週毎週会えますね毎週会えますよ皆さん25日、10月25日名古屋、10月31日は京都、11月7日は大阪ということで、いやーもうなんか軽くツアーですねこれね、秋のツアーみたいな感じなんで、ぜひ皆様会いに来てください。お待ちしております。詳しくはね、あの内田彩のオフィシャルブログ、青い空ブログに載せておりますので、はい、番組ホームページの方にもねまた載せておきますね。さあ
あ、うちだやの CD 欲しいよって言ってくださる方は Amazon、iTunes、そしてあの大垣書店、イオンモール京都店の大垣書店さんの CD コーナーにも置いてありますので、はい、うちだあや、あやはひらがなで、あのネットとかでも検索はね、よろしくお願いいたします。さあさあ、来週なんですけれども、明日からアメリカということで、ちょっとさすがに1週間では帰ってこれずということでですね、来週は録音放送になります。録音放送は恒例になっております、内田彩メロデー、メドレーならぬメロデーでございます。はい、いろいろね、内田彩の楽曲を解説付きでたっぷりと聞いていただいて、はい、また皆さん来週は来週で楽しみにしていてくださいね。生放送は再来週の10月13日になりますので、よろしくお願いいたします。でね、あの来月からね、番組のメールアドレスは変更になるんですよね。はい、メールアドレスはあや@kbs.kyoto。 はい、わかります。もうでも他の番組さんでも結構言ってはると思うので任せるっていう全部小文字で aya@kbs.kyoto、 まあ京都の綴りはわかりますよねということでね、あや @kbs.kyoto で、あの来週から、来月からですね、はい、メッセージ送っていただけたらと思います。はい、ということで、まだまだメッセージちょっとご紹介していきましょう。ラジオネームママチャリオヤジさん、この方は、あ、先週から聞き始めたばかりの新人リスナーさんということで、ウェルカムでございます、ありがとうございます。人生の大一番、やっぱり結婚式でしょ。結婚式ね。前日から準備万端、気合を入れて挑んだ結婚式。しかし準備でバタバタしてなかなか行けずに、気になっていた虫歯が当日になって痛み出し、結局晴れの舞台で写っている写真は全て痛みを我慢している顔ばかり。皆さん虫歯を早めに治しましょうねと。あ、ご本人の結婚式っていうことですよね、もちろんね。あらら、歯は大切ですよ。うん、ごまかせない、虫歯はごまかせないね。どんだけ忙しくても行きましょう、母はね。この方はラジオネームホーリーさん、やはり結婚でしょうかと。福山雅治さんもそうじゃなかったのかなとまあそうでしょうねうん、そうやと思いますよ。ラジオネームヒロさん、この方は就職活動かなと。まあそうですよね、就職活動もいろんな会社を受けて、その中で、ね、いろんな縁があって、やっぱね、選んでいただいたりするわけですからね。ラジオネームジンさん、あ、メールちゃんと届いてますよ。アドレス変わってちょっと届いてるかなということだったので、届いてますよ。この方は自分の大一番というと、高校の文化祭で多くの人の前でギター演奏した時、大一番、緊張ですね。彦根城太郎さん、昇級試験、あ、今夜はブラッドムーンといって月が赤く見えるそうですよと。今日も結構天気いいのでね、見れるかも。他にもラジオネーム木の本のやすさんさん、トワイライトムーンさん、コネリーさん、コネリ65さん、森山塾さん、大見八幡の由美子さん、他にはプチプチさん、いろいろもうたくさんいただいてます。本当にありがとうございます。では私、明日からアメリカ行ってきます。また来週ね、夕方5時30分、バイバイ。内田彩 J カントリー。この番組はセブンティーセブンブラックウォーターの南洋ホールディングス株式会社の提供でお送りしました。